はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。早速続きですね、やっていきます。急にね、急というかいきなり宿屋泊まりまして、はい、で胡椒ですね、黒胡椒をね手に入れたんでポルトガに行きます。いやー、でも RPG といえば船ですね。で王様に渡すと、黒胡椒を渡すと船がもらえると。はい、いやー楽しみ、ワクワクですね。船がねやっぱり手に入ると一気にフィールド行けるとこが増えるので、おテッシーよくぞ黒胡椒を持ち帰った、約束じゃ、船を与えよう、表に出てみればよい。はい、いやー船でいいですね。お、あったこれで、あー、おお、なんだこれ、バダモスが愛し合う二人に呪いをかけてしもうたのじゃ。そのため二人はかわいそうな話じゃって。え？愛し、え？あー、船が呪い、お、マジか、大丈夫でしょう。ちょっと待って、お前が、俺が呪いかけられてるわ、マジで。あったわ、まあ大丈夫だと思ったけども。あー、この曲。いいっすね。これで外出ればいいんですよね、多分。あー、出た出た。ありがとうございます。帆船がまた、いいですね。おお、旅の扉、お、神田だと同じ格好。ここから南陸に沿って船を漕げば、やがてテロンの岬を回るだろう。そしてずっと陸沿いを行くとバハラタ、さらに行けば黄金の国ジーパング。世界のどっかにある6つのオーブを集めたものは船がいらなくなるって話だ。とにかく南だ。あ、ようやくというかオーブの話が出てきましたね。6つのオーブを集めたものは船がいらなくなるって話だ。マジでどういうことみたいな感じですよね。まあここら辺はね、もう敵は、こいつはもう敵じゃないですからね、ほとんど。よし、おーいと。でナンバーで言うとこれもう21ですかね。結構まだまだまだレベル10、そのな、まあ商人レベル早いんで、まあ14567ですけども、まだそんなに来てないんですけれども、もう20かっていう感じですね。とにかく南だって言ってましたけど、そう、オーブですね。オーブを集めることが目的ですね。お、出ました、マーマン。マーマンといえばドラクエ、ドラクエといえばマーマン。ん、なかなかですね。ルカナン使うんすか。これドットだと思うんですけど、このね手の形といいね、めちゃめちゃ良くないですか。なんかこの襲いかかってきますよ感の手と口といい、なんていうか、
めっちゃ経験値もらえた。そんな敵だった。携帯鳴ってますね。すいません、大丈夫です。南行ってテドン。お、ここの祠は何ぞや。教会。あ、ここはただの教会で、ここはどこに行くんだろう。もしかしてさっきのところに戻されるパターン。まあ、だいたいね、序盤とか早い段階で行けるこういうとこって牢屋の鍵で塞がってるんですよね。あー、ここか。はははは。ここ来たことありますよね。どこでしたっけ。なんでここと繋がってるのかっていうのが謎なんですよね。なんか制作作ってる段階で試す、まあ行き来できるようにしたのかなっていう感はありますが、ここどこら辺なんだろう。わ、新しい魔女。魔女っていうより魔法ババアっすね。こいつ効かんでしょう。魔法は効かないっぽい気がする。うお、ちょっと待て。これ来ちゃいけねえとこじゃん。ちょっとマジか、これどうしよう。よし、うわー、お、テッシーが生き残った。よし、これは来ちゃいけないっす。あぶねー。どうしようどうしよう。ダーマ行くか。お、ダーマの神殿からも行けるんですね。船が出てましたね。ちょっとここ宿屋安いんで。いやー、船があるとね、これがね怖いんですよね。船結構さっき言ったんですけど、いろんなところに行ける反面、敵が急に強くなるっていうね。陸地と違って境界線がちょっとわからないんですよね。陸だとよく橋渡ると強くなるとかっていうのが一応一つの、まあ、目安としてあるんですけどね。船だと全くわかんないですから、ちょっと危なかったですね今のは。ちょっとというかかなり危なかったですよね。じゃあどこ行きゃいいんだっていう。ダーマ神殿奥行ってみますか。ちょっとまだ行ってなかったですもんね。ここの奥、こっち、なんもないのかな。幻術師の攻撃が強いっていうね。お前魔法使いじゃないんかっていうね。幻術師朝比奈狙ってんな。よしよし。あー、そういえば HP も3桁いきましたね。3桁から2桁にしたくないっていう気持ちもねあったりするんですよね。あー、なんもないか。この下はあるかな。キライプ、ガチガチに使っちゃいましょうか。
おお、使った途端会心。鋼の鎧着ててこの威力か、強いな。贅沢べきだわ。あ、でももうこんなレベル来ちゃってるの。なんかもう経験値が100とかゴールドが100もらえてますからね。そういった、また祠がある。あ、ジッパングか、あれが、あ、ここか。さっき変なこと言いましたね。ここ来たことありますよねみたいなこと言って、絶対来たことねえし。また適当なこと言って怒られますね、これ。我は日いずる国より来た者。国ではヤマタのオロチなる怪物がおり申して、皆困っていまする。あー、ヤマタのオロチね。いや、大丈夫。まだ大丈夫。はいはい、あ、これジパングですね。船があれば来れると。こっちはなんか、お、かわいい。あー、マジか。うわ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 、これはやばいか、大丈夫か。げー、かわいいとか言ってる場合じゃねえし。やばい。頼む頼む、お願いします、お願いします。逃げてください、逃げさせて。本当にこれちょっとダメでしょ、これは。何今の。仲間呼ぶわ、ラリフォーするわ、シャドウ打ってくるわ。ちょっとでも今運が良かった、どっちかっていうとまだ運が良かったですよね。結構危険でしたよ今。はい、あ、ベビーサタンか。どっちかしびれ上げ派かな、やった方がいいのか。魔法効くかな。 OK、 びっくしょー。ヨナズンとザラキやってきた。うわー、びっ、こいつ MP ゼロか。ちょっとマジ怖いから、ほんとに。もし心臓弱いね。やめて、そういうハロウィンつうか、なんかびっくりするから。いやー、まあスライムつむりが出なきゃ大丈夫かな。ここはなんかあんのかな。なんかある。宿屋、あ、夜来たけど、まあなんか話聞きましょうか。あんた方船で来たのか。 いえ、なんと歩いてきたと。物好きな人たちじゃ。そうじゃろうと思ったよ。はいはいはい、あ、教会ですね。これ何村とか教えてくれる人は寝ちゃってるのか。お、女子。息子のポポタは市場に遊びに行ったままですわ。ポポタ。かわいいね、名前が。ここが、あー、市場か。市場か。いやー、なるほど。はい、ありがとうございます。あ、裏からなんか入れますね今の。どっから入んのかな。ここら辺からなんか行けそうな。よい、行けた。やあ、ポカパマズさん。え、やあ、ポカパ、え、ポカパマズさん。やあ、ポカパマズさん、長い間どこに行ってたのですか。え、違う、でも似てるな。ポカマ
ポカパマズさん。おお、よく掘られたポカパマズ殿。え、誰が似てる？なんかあそこ怪しいっすね。ポカパマズ、誰のこと言ってんの？まあ多分勇者テッシー、勇者テッシーですよね。ポポタはいたずらっ子、水鉄砲を人に向けて撃ってばかりいたからママに叱られたのよ。わーい、ポカパーマズさんだ。え、違う、でも似てるな。テッシーがポカパーマズさんに似てると。僕ポポタ、水鉄砲はポカパーマズさんに作ってもらったんだよ。お兄ちゃんたち、ポカパーマズさんに似てるからこれあげるよ。水鉄砲もらったまあポカパーマズさん、あなたたちはもしやアリア藩のお方では？やはりそうでしたか。ポカパーマズ様もそこから来たと申しておりました。確かアリア藩でお名前はオルテガ。まだ赤ん坊の息子を残してきたのが心残りだと、そう申しておりましたな。あー、ここにも寄ってるんすか、オルテガさん。ノアニールでやってるだけじゃねえと。いやでもね、知ってる人の名前出てくるとちょっと嬉しいっていうか、ああちゃんとしてるんだなっていうのが分かっていいですよね。まだ宿屋はいいかな。でもちょっと朝、昼間は見てみたいですよね。はい、いらっしゃいませ。ここはムール、最果ての、あ、最果てなんだ。ムールは、ムールはダメだと。最果てってことはもう北ってことですかね。もうそんなところまで。レベルはそんなに上がってない気がするんですけど、大丈夫なのかな。いらっしゃいませ、ここは市場です。ここは毒屋です。毒屋の粉売ってるね。500って高いっすよね。うわー、あー、さばきの杖いい、良さそう。ちょっさばきの杖だな。じゃあちょっと待って、さばきの杖、もう魔導士の杖売っちゃうん？あー、売ろう。売る。もうビット行こう、ビット。ビット行きます。じゃあ誰が装備できん？え？マジか。え、もしかして賢者用とか？おお、めっちゃ上がった。公式か。マジか。魔導士の杖売っちまったよ。くっそー。あー、ちょっと待って。いや、ちょっと待った。ちょっと一旦ごめん。一旦ごめんね。一旦朝比奈に持たせてあげて。ここめっちゃ怪しいっすよね。なんかアイテムはあるんでしょうね、多分。ポカパーズさんいらっしゃい。え、違う、あ、一緒か。ここをまあ、ちょっと忘れないようにしとかないとね。ムオールね。あー、結構メモってるんですけど、まあいっか。これ寝てた人かな。よう、ポカパマズ。ポカパマズじゃないか。違う、でも似てるな。まあテッシーの息子ですからね。ここの左のあの草むらですよね。もやアリアハンのこれ、ああ一緒ですか。
これ水鉄砲をかけると、あれなんかね、人が毒みたいな、そんなイベントあったと思うんですよね。おお、よくここでたポカパフォーマンス殿。まあ要はもうここは大丈夫かな。まあ武器とかがあると、もうほんと最果て、ああ氷になっちゃうのか。はいはいはい、よーし。そうしたら、ちょっともう行くとこなくなりましたね。バハラッタに船はある？あった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 。あー、橋でうまくジパングにすぐ行けないようになってますね。なかなかやるね。あ、裁きの杖、これ使ってみますか。マジですか。ちょっと、これはやられた。誰でも使えるんじゃないんかい。くひー。まあ、このマージマタンゴは甘い息をやってこないんで、まあマシかなと。そしたらもう渡すしかないっすね。キャーですよ。ちょっと道具としては使えるでしょう。教えてもらって、なんかそういう職業的なものあるんですかね。資格がないみたいな。お前は許可得てないんだぞ国からみたいな、無許可営業みたいな感じなんですかね。あ、いけるね。あ、どう、あ、そっか、洞窟もある。はい、ジパング、これはこれはジパングへようこそおいでくだされました。わあ、外人だ。外人言うな、外人。あ、ジパングはありますね。外国人って呼んでほしいですよね。ああ、一人娘が生贄に選ばれてしまうとは。ああ、ヤマタノオロチか。僕の大好きな弥生姉ちゃんが生贄にされちゃったよ。そんな時代。ここは？これ、つぶ、調べらんないですよね。ちょっと待って。なんか、これは怪しいぞ。これは怪しい。あははは。つぼの中、女が溢れていた。お願いです、ございます。どうかお見逃しを。せめてもうひととき生まれ育ったふるさとに別れを告げさせてくださいませ。こわマジでか。弥生があそこにいるんか。ちょっとびっくりしたわ。ヤマタノオロチやオソジビは化け物じゃ。次の生贄は私かも。助けてくださいまし。ヤマタノオロチか。私、この国に神の教え広めに来ました。でも、おお、ここでは卑弥呼神様ね。あ、卑弥呼か。オーブ、なんじゃそれは。ようわからぬが、宝の玉なら卑弥呼様が持っておったの。ああ。こんに男の子でよかった。娘だったらいつ生贄にされるかと心配ばかりだよ。まあ、卑弥呼は確実にオーブを一つ持ってるっていうことですね。生贄を捧げなければオロチがやってきて皆を食べてしまうでしょう。それは違うな。我らがあるのも卑弥呼様のおかげじゃ。卑弥呼様がオロチには生贄じゃと言うてくれたから。いや違うんだよな。生贄はやってもね、何にも変わらんぞと。こうやってね、ちょっと外から回る癖がね、あ、あれが卑弥呼ですか。卑弥呼様がね、ちょっとね、
ハイキングウォーキングでしたっけ。今あんまもう出てないのかな。ここは我らの主姫子様のお屋敷であるぞ。外国では皆そのような奇妙な入り立ちをしているのか情けないの。はい、出ました、ありがとうございます。 RPG 用語ですね。用語っていうか大体言われるっていうね。生贄は姫子様の上に選ばれます。姫子、予言か。姫子様は近頃摩訶不思議な神通力を身につけなさったとか。若干怪しいですね。まあいいけど、これどんなストーリーだったっけ。姫子様もオロチには頭を悩ませているはずじゃ。ああ、まあまあそうでしょうね。オロチを退治できたなら姫子様もきっと喜ばれましょうに。ここは姫子様のお部屋じゃ。お前がテッシーとか申す外人か。わらわは外人が大嫌いなのじゃ。え、こんだけ。ああ、まあでもヤマタノオロチ倒せばオーブがもらえるっていうことですよね。奇妙な格好大体言われますよね。武器屋とかはないんか。はい、おなんかありそうだけど、まあいっか。ヤマタノオロチ全く倒せる気がしませんね。どうせなんか炎とか入ってきそうな、なんか全員に30ぐらいのやつ入ってきそうっすよね。どうしましょうかね。ちょっとだけ覗いてみようかなって。豪傑具が強そう。でも絶対ビギナマ効くでしょこれは。あ、裁きの杖使いましょう。お、かわした、いいね。朝比奈32、テッシー27、なかなかだな。お、攻略グループいいね。なんか弾けて飛んだみたいのが出たけど、強い、やばい、これ相手になんないっすね。火の玉が弾けて飛んでいく。でも9、10ぐらいか。まあないよりマシですけど。300? 今300もらいました。それもらっちゃいけねえよ、300は。ちょっとあのクラスが、この洞窟出ますよね、普通に。そんなんなったら絶対持たないっすもんね。でもなんかいい装備とか、ありそうなんですよね。ちょっとね、多分次回ちょっとだけね見てすぐ帰ることにはなると思うんですけれども、次回動画でこの洞窟探索したいと思います。ご視聴いただき本当にありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。